ではスニーカーの開封の様子をお届けしたいと思います。本日開封するスニーカーなんですけれども、先日、オンラインチャレンジの時に、購入しました、今月気になってた一足、になりました、サンダルの一足になります。今回購入したのはナイキオンラインストアではまだ発売されてなくて、アトモスのオンラインの方で発売していたので、アトモスの方で購入しました。箱はこちらですね、アトモスの、箱です。早速開けていこうと思います。今回のこの一足なんですけど、多分そこまで人気はないとは思うんですけど、販売されてる店舗も今のところアトモスしかないんで、この後、購入されたい方いらっしゃいましたら、ぜひアトモスのオンラインで購入されてはと思います。今回のシューズボックスはこちらですね。形が初めて見ました。なんか面白い形ですね。なんか厚みが、高さが結構 あるんですけど、なんだこの箱で、今回、この箱のジャンプマンのところは緑のプリントになっていて、後ろのプリントも全部緑、のプリントになってます。で、今回またこれ再生パーツを、前回ご紹介したスペースヒッピーみたいに、再生パーツを利用されているっていうのもあるんで、箱は全然印刷がなくてシンプルな、箱になっています。で、シューズのラベルはこちらですね。黒いラベルで、入ってますね。で、今回サイズ悩んだんですけど、27センチを購入しました。中を見ていこうと思います。はい、本日ご紹介する一足はこちらです。ジョーダンクレータースライドです。いや、かっこいいですねこれ。で、今月気になるスニーカーとしても挙げていて、購入することができて大変満足な一足なんですけれども、いや、実物もやっぱいいですね。一周回転させてみようと思います。こんな感じですね。で、今回このサンダルの特徴的なところはこちらでベルクロがついていて、サイズ感調整可能なところと、こちらにはジャンプマン、がついています。で、あとこっちの中側ですね、内側にはスティッチが入っていて、ここも一つアクセントになった印象的な一足です。いや、かっこいい。今年のサンダルはこれで決まりです。今回のこのクレーターシリーズっていうコレクションなんですけれども、こちらに関しては、二酸化炭素と排出物ゼロを目指す包括的な取り組み、ムーブトゥーゼロっていう取り組みをしているそうなんですけれども、そちらにジョーダンブランドを加えた一足になります。で、このソールは、このクレーターっていうんですか、このプチプチみたいなのが入ってるんですけれども、これが前回、ご紹介した、こちらですね、スペースヒッピーのソールと同様に、このプチプチみたいなのが入っています。で、これ見た感じスペースヒッピーの方がこの、プチプチしたものの割合が多いので、再生率でいうとスペースヒッピーの方が結構高いのかなっていうのは思います。なんですけど、ソールも同じでちょっとこうボコボコしちゃってるところもあるんですけれども、再生したパーツを、入れていて、地球環境に優しい一足なのかなと思います。で、サンダルなんでインソールがないんですけれども、このプチプチしたソールがそのまま、足に当たると結構痛いとは思うんですけれども、ちゃんと中には、足入れるところにはですね、綺麗な素材が使われているので、履いた時にも足は痛くならないと思います。一応このベルクロは取り外せるようになってまして、この中のインソールのところにジャンプマンのロゴが入ってます。で、今回のこの、クレーターコレクションでは、他にも2足ありまして、すでに発売されている、ものは1足、ですね、ジョーダンクレーターってモデルなんですかね、が1足出ていて、あとジョーダン1のズームも、この後発売が予定されているんですけれども、計3足、のコレクションになっています。いや、これすごいかっこいいな。で、今回なんでこれ欲しかったかというと、ナイキのサンダルでいうとベナッシっていうものが有名だとは思うんですけれども、ベナッシは、まあ、軽くていいんですけれども、結構履いてる人もたくさんいるので、まあ、変わったサンダルが欲しいなと思っていた時に、これに出会ったので、これを買おうと決めました。なんかジョーダンっぽくなくて、でもなんかところどころにジョーダンの、このものが入っているので、まあ、主張しすぎない感じなのがいいなと思います。
でこちらのサンダル、1足 と、先日アウトレットに行って購入してきたナイキの、ショーツがあるのでこれちょっと合わせて履いてみようかなと思います。それでは行ってみましょう。本日の動画が良かったと思う方は高評価、グッドボタン、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画で。